誰だ？再度問う。貴様は何者だ？返答次第によっては我は吉永家の門番だ。侵入者の存在は一切認めぬ。吉永さん家の石っころ。バッキャラー！また新聞屋の兄ちゃん黒焦げにしやがって。今日のテレビ番組わかんなくなっちまったじゃねえか。何故スタバがそのように激怒するのか理解できぬのだが。黙れ！だから手当たり次第に攻撃するんじゃねえって言ってんだよ。手当たり次第ではない。我はまず身分の確認をしたのだ。しかし返答を得られぬどころか明らかに挙動不審である。石っころにいきなり声かけられりゃ誰だって挙動不審になるわ。スタバちゃん、そのくらいにしときなよ。今朝の新聞屋さん新人だったんだって。ガー君知らないのも無理ないよ。知らねえ人が通るたびに無差別攻撃されてたまんか。でもまあ服が焼け焦げただけだし。無論あくまで威嚇にとどめておいた。単なる不審者を闇雲に再起不能にするわけにはいかぬね。ガー君もちゃんと考えてるんだって。おカマは黙ってろ。おカマじゃないって言ってるでしょ。こいつが来て1ヶ月、吉永さん家のガーゴイルっつったら町中で評判なんだぞ。もちろん悪い意味でだ。うちの前通る人みんなガー君に攻撃されてるもんね。任務に忠実であれ、それが我の矜持であり存在意義だ。そして任務とはこの吉永家の門番であることだ。うちは門番なんかいらねえっつーな。スタバちゃん、今日も元気いっぱいだね。おばちゃんも相変わらず肌ツヤいいね。そう？コロッケ食べる？あんがとう。ガー君はスタバちゃんがもらってきたんだし、ちゃんと最後まで責任取らなきゃ。相手は石だぞ石。私はいらねえって言ったのに和菓子屋の親父が強引に。相変わらず仲がいいね吉永さんちは。あ、不幸の元凶。あ、なんでもないです。また不幸は何だって。こんにちは。いらっしゃい。土天社にようこそ。どうも。石像を引き取ってほしいってお願いは却下よ。何度も言ってるでしょ、プレゼントしたものを突き返されるのなんてまっぴらごめんだわ。プレゼントって福引きの景品だろ。露骨に怪しげだったからいらないっつったのに、商店会会長が縁起物だから返されても困るって押し付けやがったんだ。おかげでうちはそれはもう大変な目に。大変？あのですね。ああ、そういうこと。正常に動いてるみたいね。安心したわ。あれのどこが正常だよ。ドーベルマンの話し合いよりタッチが悪いだろ。あの子は次第に学習して成長していくの。だからそのうちなんとかなるわよ。二人して無意味な緊張感漂わせてどうするの。あれ、何しに来たんだっけ。あ、つべこは言わずにガーゴイルを引き取れ。ガーゴイル？だからさ、返すことよりガー君の正しい扱い方とか聞いた方が前向きでしょう。それじゃこっちの負けだっての。勝ち負けの問題じゃないでしょう。まあ、お茶でも飲んで気を落ち着けて。なんだこれ。珍しい葉っぱが手に入ったの。まだ一度しか実験してないんだけどね。実験っていうか一度目は誰に試したんだよ。また来ます。怖だ。ガーゴイルか。なんだかんだ言って名前までつけてもらってんじゃない。ガーゴイルという名まで与えてもらいながら未だ家人の信頼を得られぬとは、これは門番として失格ではなかろうか。ママ殿、低い石文字はママ殿に感謝しているようだ。いつもこんなうまい飯にありつけるなんてマジで感謝してますや。それだけでよそのけだもの連中に自慢できら。周りの仲間に自慢できると言っている。通訳程度で感謝はいらぬ。いや、嬉しくはあるのだが、できれば我は
ママ殿だけではなく家人全員の信頼を。たく、何悩んでんだか知らねえけどさ、もちっとシャキッとしてくれよ。旦那らしくもね。旦那と小野寺さんとこのエイバリー少尉はこの五色町の誇りだと思ってるんだからさ。エイバリー少尉、くそー、いい加減諦めなって。双葉ちゃん、うん、よう、ミモリ。こんにちは。和美くんと双葉ちゃんかい。うん、散歩。そう、双葉ちゃんたちも。なんでこんな兄貴なんかと散歩しなきゃならねえんだよ。こんな、なんか、こんにちは、ちょっと双葉ちゃん、それはどういう意味？エイバリー少尉っておじさんの道案内したり、なんか危ないことがあってもちゃんと守ったりするんだろ。そうだよ、盲導犬はみんな小さい時からそういう訓練を受けてるからね。主人の安全が最優先なんだよ。でもうちの少尉が一番だよ。いいよな、知らねえやつをいきなり黒焦げにしたりしねえもんな。こんにちは、ガーゴイルさん。小野寺三森であったな。何時が双葉の友人であることは確認済みだ。敷地内への侵入を許可する。黙れっての。ただいまの挨拶みたいなもんだから。ミモリ、早くゲームやろうぜ。うん。小野寺家のエイバリー少尉というのはもしや何時の家人では。そうだよ、お父さんの盲導犬。盲導犬、なるほど。何してんだよ。じゃあね。ガー君、エイバリー少尉知ってるんだ。五色町で評判の名犬であると耳にしただけだ。ならば門番である我の任務の参考になるやもしれぬと。きっといい門番になるよ、ガー君は。我もそうありたいと願う。独占スクープで。だからうちの門に居座ってる石っころのことだよ。門番なんて必要ねえだろ。ママは百式のダイファンだもんな。第一、主がしがない勝者勤めなのに。問題なし。ママの前でパパの悪口はダメだって。こんな石っころ。双葉よ。なんだ。我の探知機能は吉永家を中心として常に町内をくまなく探索している。それがどうしたってんだよ。犬だ。まずいな、一旦。我は横文字に弱くてな。最近横行している手口で細い針金などを駆使し扉の鍵などを解錠するという、あれは何と言ったか。ピッキングのことか。うん、それだ。礼を言う。それがなんだよ。それが小野寺家で行われておる。な、ミモリンチで。うん。バッキャロ、早く助けに行け。ここを留守にしては吉永家を守るという使命が。グダグダ言うな。ミモリンチに何かあったら絶対許さねえぞ。馬鹿犬で助かったな。いいからとっとと仕事済ましちまおうぜ。ミモリ、どうしたんだい。お父さん、来ちゃダメ。エイバリ、助けて。助けてよ。なんだ。我は五色町三丁目石の11にある吉永家の門番ガーゴイルだ。主の命により小野寺家を守護する。何の仕掛けだこりゃ。ミモリ、もう大丈夫、大丈夫だ。エイバリー少尉とは何時か。そうであります。なぜ吠えなかった。なぜ吠えなかったのだ、エイバリー少尉。自分は母親が休養で実家に帰ってるそうでな。障害者と娘しかいないのを知って狙ってきたらしい。うん、二人の会話や行動から我もそう推測する。最低な連中だぜ。もう一発蹴りをお見舞いしとけよかった。感謝するよ、ガーゴイル君。君は吉永家だけでなく五色町の門番だな。
あ、いや、我は双葉に命じられ。何やってんだ、帰るぞ。双葉よ、ママ殿が玄関に立っているのを探知した。おそらく帰りを待っているのである。そういや、黙って出てきたんだっけ。どうして、どうして助けてくれなかったの、少尉。自分は盲導犬であります。バイバイ。バイバイ。またね。双葉よ、おかえり。おお、ただいま。学校で何かあったのか。あ、いつもならただいまと同時に我を蹴り飛ばすではないか。はあ、イモリがさ。ミモリ、今日も学校は、うん、休む。ミモリ、双葉ちゃんが心配して来てくれたぞ。双葉ちゃんが？あんなことがあったんだし、学校くらい休んだって気にすることねえよ。そうじゃないの。え？怖くて目を閉じるとあの時のことが浮かんで、部屋から出るのも怖くて。ミモリ。ミモリよ、小野寺家も我が守ろう。だから安心するがいい。ありがとう。余計なこと言ってんじゃねえよ。余計なこととは？小野寺家の守護を命じたのは双葉ではないか。三森が傷ついたのは泥棒のことだけじゃねえんだよ、多分。来ないでよ。ショイなんて、ショイなんて大嫌い。先日の件で。あのさ、本当にごめん。ミモリ言ってただろ、うちの少尉が一番だって。やっぱさ、少尉にはなんか訳があったんじゃねえの。じゃあまた来るからな。そうであったか。何時の判断は真に適切だ。それを読み取れなかった我は己の未熟さに恥じるしかない。ですが結果として三森殿を傷つけてしまいました。自分の作戦は失敗です。いや、何時は正しい。何してんだ、帰るぞ。ゆえにエイバリー少尉の取った行動は間違いではない。お前さ、なんで動物と話せること隠してたんだよ。隠してはいない。ママ殿は知っている。ママは余計なこと一切言わねえからな。とにかくエイバリー少尉、作戦はまだ終わってねえよ。当然だが、押し入ってきた賊は凶器を隠し持っている可能性がある。エイバリー少尉単身でなら撃退までは行かずとも、威嚇するなり吠えて危険を知らせることもできたであろう。だがその場に拘束されたミモリがいた。この状態でミモリを無傷で守るには抵抗せず刺激せず金品を渡す。エイバリー少尉は強盗対策の基本を守ろうとしたのだ。犬でそこまで考えてるなんてすげえよな。少尉、お前は本当に素晴らしいよ。ミモリを守ることを最優先とした見事な判断だと我は思う。ごめんね、少尉。私、何にも知らなくて。ミモリ言ってただろ、うちの少尉が一番だって。
さすがに2日連続徹夜は答えるよな。だが今日こそ大魔王マッスルパンチを倒して全クリするぞ。双葉よ。うわ、いきなり入ってくんじゃねえよ。小野寺家に賊が侵入しており、双葉は吉永家の門番である我に助けに行けと命令を下した。だからよって吉永家及び五色町の警護をするのは双葉の意思だと解釈してよいか。そういうめんどくせえこと私に聞くな。実は今しがたブティック天野に侵入する賊を確認したのだが。な、アホか、早く行けっての。大丈夫、お父さんは眠ってるし、いつもの道を一周するだけ。お願い少尉、ゴー。信じたい。少尉が一番だから。コーナーね、ライト、グッド。怖い、真っ暗で歩くのがこんなに怖いなんて。レフト、少尉といたんだ。少尉を信じられなかった自分が恥ずかしくて。でももう。あ、それより泥棒は？ああ、平気平気。警察に電話したし。うちのガーゴイルが言ってんだぞ。泥棒なんて一瞬で。あ、いやまあ、一応持ち主としては様子見に行っとかねえってさ。どうしたの、少尉？泥棒？マジかよ！ガゴイル呼んでくれ！あ、ふたまちゃん！誰か？あ、足が。マジで電撃ぶっ放してきた。情報は本当だったな。情報？こんな絶縁スーツが役に立つとはな。さあ、どうするよ、石像さん。ならば素直に燃焼しよう。おまちゃん、こんなの聞いてねえぞ。ほう、複数のエレメントを使い分けられるのか。さすが、出番だよ、僕のエンジェル。アクション！くそ、風呂に入ってたのに。それにしても、笹尾のばあちゃんち以来、泥棒が続くな。うん？足が動かない。誰か。ライバリー。新たな賊を察知したため急遽来たのだが、エイバリー少尉が。え、少尉！何なんだよ、石ころも誰もいねえじゃねえか。あ、今警察呼んだから。商店街の方でも泥棒だってさ。いや、物騒だね。少尉、少尉、少尉、やはり吠えぬのだな。自分は吠えることを許されません。しかし盲導犬は吠えないように訓練されてるから。だから吠えたりなんかしない。
それを守って守って、でもそれでも少尉は、ミモリ殿を守ることは最優先事項であります。だってエヴァリン少尉は一番の盲導犬だもん。自分は盲導犬でありますから。言葉は通じぬとも、その心は同じということか。少尉が何か言ったの？我は言葉を使いながらも、いまだに双葉とは。ガーゴイルさん。バカな、双葉の、双葉の気配が消えた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。